じゃあパ・リーグね見てますか。パ・リーグ見てる。今年ね、うん、これ本当セ・リーグ同様、豊さんオリックス何にしました。オリックスは5位じゃないかな。多分僕3位ちゃうかな。本当か。そういや、いや俺はいつも上位にしてたんだけど毎年裏切られるからさ。それを言い訳って言うんですよ。まあまあそうですからね。でも今年ここに来てね、あのロッテ3連戦の3連勝あれでゴッと流れ変わりましたね。変わったな。あの T 岡田の逆転ツーラン9回松田からのすごかったな。感動した。あ、まあ もちろんああいうところでなかなかね勝負強さっていうのがなかったんです。 T 岡田っていうのは、うん、T 岡田ええやつなんですよ。いや今年はいいとこで打ってるイメージは強いよ。でもで去年一昨年からなんかそのオフもね、あのウィンターリーグ行ってやってきてね、やっぱり今年なんかこうちょっと強さというか追い込まれてからの粘りとかが出てきましたよね。そうだな。でやっぱり早抜きのああいうふうな中堅の選手、まあ、さっき豊さん言われましたけど、やっぱり若い選手、まあ、吉田を筆頭にね、今年なんかまあ紅林に宗福田なんていうのがいますけど、そこに杉本が入ってきて吉田がいて、まあ、T 岡田がいるというふうな、ね、まあ、形ですごく言われたように開幕前から皆さん選手はいるんだけどみんな毎年騙されるんだよと。そう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 。そう思う、あ、思わなかったの。今年は多少いけるかなと思った。山岡と山岡がいるでしょ。で田島がいるでしょ。ほんでやっぱそこに吉田がいるでしょ。そうなんで僕、まあ、ショートの紅林と太田ってのがいたでしょ。だからその辺でちょっとやっぱりこういつもよりはねいけるかいいんじゃないかなっていう気はしたんですよ。いやでもさ、オリックスは交流戦でよかったな。でもまあ交流戦で優勝だもん。でね、やっぱあの辺福田をねセンターに持ってって宗サードに持ってったでしょ。そうなんだ。あれはすごいですね。いや福田が交流戦で5割ぐらいの出塁率があった。あの 1,2 番って相当嫌やったと思うんですよ。そうだよな。で宗やっぱあの能力高かったですけど、どちらかというとムラが多かったけど、うん、サードの守備がうまい。うまいな。肩強いでしょ、うん、動けますよ、うん、いやそれでやっぱり中島監督がよく見てたな。杉本とかやっぱラオウを抜擢したでしょ。そう、今年ホームラン取るかもわからんという。いやいや本当だよ。いや勝負強いしね。勝負強いでずっと4番で怪我しない。途中ちょっと飲み会開いて怒られたけどもうお点としたらそのぐらい。それぐらい許してくださいよ。まあ確かにちょっとな。でも吉田がさ怪我してちょっとぐらついたよな。2回目怪我してどうなるかなと思ったけど、そこはラオウがねまた頑張ったり、やっぱり慣れが必要だな。初めからもういないもんだと思うと、そうそう選手も俺たちがやるんだってなるし、まあでもあの辺のからオリックスもこうぐっとやっぱりまたね、うん、チーム力上がってきて、うん、まあでもやっぱそれは宮城、もちろん山本が 3ヶ月連続の月間 MVP14 連勝すごいですよ。いやすごい。いやそれで俺が気になったのはさ、山本が1点台の防御率やん、はい、で一番福田が出た時に胸に強行したんだよ、はい、で強行してそれが失敗して点にならなかったんだけど、ああいうピッチャーってさやっぱバントでいいんじゃん。先に1点取ってほしい。そう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 。押したら次の試合の時からバントしたよ。だからそういうことでしょ、うん、だからねものすごく変化をつけられる、うん、ほんでねソフトバンク戦でね一三塁で足立一塁ランナーモヤがねダブルスチールですぐホーム入ってきたんですよ。そうそうそう。あの辺ってねあの日モヤホームラン2本打ったんですけど、うん、おそらくキャッチャーの甲斐もねあれは甲斐らしくない、いくらモヤといえどもね全く見ずにセカンド放ったんですよ。三塁走者を見ずに。いやだからそこがやっぱキャッチャーの監督っていうかさ、そうやっぱ甲斐は絶対投げるって思ってたんだよ。特に肩強いやつ選手は投げたがるらしいんですよ、うん、でもねああいう風な、まあ、さっきも言いましたけど場面のゲーム大事なゲーム終盤大事なゲームのあの時1点差ですよ。そこでああいう大胆なやっぱりサインを出してね、まあ、それに選手が応えるという風なことが今年のオリックス、まあみんなね僕も最近思うんですけど、やっぱり強くなってきたらなんかよく見えるじゃないですか。いや雰囲気はいいよ。でもあんな風な点の取り方ってね、変な言い方はホームランももちろん盛り上がるんですけど、モヤがああいうことをしたことがすごくチームが盛り上がるし、相手に与えるショックってものすごく大きいと思うんですよ。いや大きいわ。
だからやられたっていう感じがするもん。で多分甲斐もね多分自分の怠慢やってことを感じたと思うんですよ。俺がパッと見てら見てたら走れてないと思ったはずなんですよ。絶対もう嫌だから走らないって決めつけてたよと思いますよ、うん、だから差しに行ったわけじゃないですか、うん、だからそういうふうな本当に野球ってちょっとしたこと、まあ、準備とか注意力とかありますけど、ね、ちょっとしたことでおそらくこう流れが変わったりとかしちゃうんですよね、うん、だからそのソフトバンクが本当に優勝争いをして1ゲーム差の中にいたとしたら、あんなプレー俺は絶対目で抑えながら投げてたと思う。ソフトバンク何にしました？3位が僕は優勝にしてたんですよ。そうでしょ。ソフトバンクは今年ちょっとやっぱりもちろんね、デスパイにグラシアルとモイネロで森というふうなところがねなかなか怪我がちだったり、東山もなかなか帰ってこれなかったりっていうところで、まあ、松田もねちょっとなかなか、従来のようなバッティングでは成績でなかったのもありますけど、ここまでちょっと最後がガッとくるか巨人と見てますよね、うん、最後のやっぱ連敗というのは。でも監督変わるんでしょみたいですね。辛いなぁ。いや厳しいですね、勝負の世界ね。いやずっと日本一だぞ、お前。それがさ、チームがちょっとこうなったらさ、交代やろ。でもね、それはもう工藤監督が自分から言われたかもわからないじゃないですか。でもやっぱり、ああやって毎年優勝して当然やっていうようなことを言われながらね、その中でも勝ってこられたっていうプレッシャーっていうのはね、あの札幌からの帰り一回一緒のね、便になったこともありましたけど、すごくその、やっぱり、解説の仕事も長くされてましたんで、まあ、僕たちに対しての対応もすごくやっぱり紳士的なものがありますしね。ああいうのは大事ですね。いや大事。それとやっぱ選手の体のことをさ一番心配した監督だよ ね。ほんでやっぱりすごく勉強されてるじゃないですか、うん、そうそうそう。いやだから、はい、その中で怪我が多く怪我人が出てしまったっていうことが、うん、まあ一つこう引く材料になったのかなとは思うけど、ね、だからそのほぼベストメンバーを組めたようなゲームがなかったですよね。ないないない、一試合もないんじゃないの、ね、本当に。だからそういう点ではまあ苦しかったと思いますし、うん、まあ、工藤監督にはまあお疲れ様でしたということですね。まあそうだな、うん、まあ、いつもベンチを一番最後は後に出るというね、選手を送って。あれってすごくないですか。いやすごいよ、頭に来てる時もあると思うよ。でもそれをあまり表情に出されないというかね、うん、でもああいうことってなんかやろうと思ってもなかなかできないことってたくさんあるじゃないですか。あっちゃんだったらどうするんだ。なんちゅうことですか。いや腹立つわ。ポケー言うて一番最初出てくるから。えらいこと言いますね。いやいやそんなことないから。あと開幕前からみんな評価してた楽天、うん、楽天はさマー君と早川で最低貯金10でしょ。10から15最低ね、うん、15前後すると思ってました。僕は何にもできてないでしょ。まあ、もちろんね、田中の時はなかなか点が取れないってこともあるんですけど、あれなんでかね。いやマー君はしっかりクオリティスタートしてるし点取られてないよ。でもまあそういう風な年って巡り合わせってあるじゃないですか。で選手もやっぱ悪いと思ってるからなんとか打とうとするんやけど、まあ、向こうのピッチャーとの兼ね合いもあるやろうしね、まあ、力みにもつながってるのもあるやろうけど、ちょっとあの田中投手にとっては不運でしたよね。めちゃくちゃ不運だよな。で早川も調子よく行ってたけども、ちょっとねあのやっぱりプロ野球の中盤といいますか疲れといいますかね、まあ、長い期間勝てなかったですけど、でもそれなりにやっぱり9勝10勝、まあまあまあ形は作ってくれたけどさ、うん、だけどなんかこうすっきりして投げてないような気もするんだよね。みんなあの楽天に対する評価が高かっただけにね、うん、余計に楽天っていうのはもっとこう来てよかったんじゃないかなっていう風な気はしますよね。それとちょっと偏りがあってさ、左バッター多すぎないか。でもあこも左が右バッター浅村って言ったら次誰が浮かぶ。キャッチャーのあの太田とか銀次でしょ。でしょ。あれねバランス的にねどうなんだろうって思うよ。それは左対左を苦にしないっていうんだったら別に構わないんだけどさ、まあ、あの最近苦にしないバッターが増えましたけど、バランス的にはちょっと左打者多いですよね。そうだよな、ね、だからそのチーム編成としてもちょっと左バッター多すぎるなって思う、ね、そうですね。まあでも楽天の場合は数字だけ見ればですよ、そして浅村がなかなかホームランが増えなかったとか、うん、あの小深田がねちょっとなかなかショートもレギュラーから山崎とねちょっと中盤変わったりとかね。あれなんやの、ずっと使い続けたらレギュラーになれると思うんだけどさ、また山崎に加えて山崎をレギュラーにしようとしてんの。やっぱりそこら辺がわからないんだ
でもね、湯田さん、やっぱりね、そういう時って外から見て分からへんことってやっぱり、まあ、中から見たらね、やっぱり何かその山崎にね、使おう、こっちが使おうという何かがあるっていうふうなことと、小深田には何かもうちょっと物足らないものがあるからこっち使われてるっていうとこないですか。いや、もう確かにあるよ。もちろん小深田使った方が安全なんですよね、うん、足速いし守備もいいしっていうことだけど、山崎を使わす何かが山崎にあるんじゃないですか。まあ確かにあるだろうな。それは中に入ってみなきゃわからないことってたくさんあってさ、辰巳、はいはい、なんかどう思う。辰巳ね、あの持ってるもんは超一流と思うんですよ。だろ。いや持ってるもんすごいだろ。あのね、ただ足速い選手っていうのはすごい速いんだけど、やっぱ相手に合わせることですよね。野球って相手がいるから、うん、私もいいスタート切りましたね。すごいいいスタート切ったんやけど、やっぱり終わってみれば2割2、3分っていうところらへんを今うろうろしてるわけじゃないです か、うん、だから彼の技術とかからしたらね、最悪でも最悪2割5分を出なきゃおかしいわけですよ。あの足があればですよ。2割5分じゃ少なすぎる。いや最悪ですよ、最悪、うん、いくら最悪でも打てなきゃいけないし、ちょっとよかったらすぐもう3割2、3分ぐらいのね、うんうんうん、ただやっぱりその年間通して見ると安定感というんですか、でも僕はバッターのいい悪いはその凡打の内容と思うんですけど、いい時なんていうのはみんな日本3本どんな選手でも打つじゃないですか。で悪い時にあまりにもその簡単にやられすぎてるなっていうのは感じますね。だから打席の中の工夫っていうんですか、ちょっと打てない時はまあ打席の位置やらバットの握り方だから、あのよく狙い球って言うじゃないですか、うん、その狙い球っていうのは逆に捨てるボールも作らなきゃいけないと思うんですよ。それは結局自分が考えることなのか、やっぱりこう道筋として教えていかなきゃいけないものなのかっていうのがある、ね、でもやっぱりそれってね、バッターっていうのは試合に出してもらってる中で、うん、それ自分で人に言われて気づくことももちろんあるけど、プロとして自分で行っていくにはコーチなんかコロコロ変わるわけじゃないですか。もちろんきっかけを与えてくれることもありますけど、やっぱり自分で何十打席何百打席だったらね、そこでやられ方っていうのは大体分かってくるじゃないですか。今データめちゃめちゃ出るじゃないですか。そこを狙ったり捨てたりという風な駆け引きをあのゲームの中でやっていかないことにはなかなか結果が変わってこないじゃないですか、やられ方が。まあまあ確かにな。ただその会話ってすごく大事じゃない。はい。だからその会話がさ、なんか少ない感じがするんだよ、ね、すごいとこ見てますね。会話が少ないか多いか僕もわからないです。わからないでしょ。わからないけど、はい、結果として見ると、はい、なんかこう会話してんのかな、教えられてんのかな。今の子ってさ、教えたことに対してはこう吸収力も早いし、はい、反応も早いよ。昔の人は、まあ、例えば教えられたような、このクソこいつの子の言うことなんか聞くかみたいな、はいはい、自分で考えたらみたいなさ、はい、そんなところがあったけど、今の子供たちっておそらくやっぱ教えて正しいことであればそれは吸収力が早いと思うんだよね。頭もいいし、でその表現力も豊かなものがあると思うんだよ。高豊かね。まあ確かにな。俺はね。いやだから俺会話が少ないような気がしてならないんだよね。でも湯田さん、確かにそのね、会話して教えてあげるのってもっと大事なことと思うんですけど、おそらくみんなね分かってると思うんですよ、うん、その会話した中でもそうだし、自分もやられてね分かってると思うんですけど、向こうもプロのピッチャーなんで、そこってなかなか頭で分かっててもできないのがバッティングじゃないですか。まあそれはできる人は3割8回打つわけですよ。いやいや、ほんまにこれは、うん、でもそれができないからみんな苦しんでるんですよね、うん、もちろん豊さんも教えてもらうと思いますけど、やっぱり自分の打席の中で何か覚えたり、それだけ練習していったわけじゃないですか、うん、ほんで技術がある人っていうのはできるんですよ。このボールではこうしよう、ああしようって。でもない人はできないわけですよね。でも辰巳はあるでしょ、技術は、あのセンスは。だから言ったように足が速いでスピードがあるから、行き出したら止まらへんっていうタイプと思うんですよね。だからそれのためにどうするかというのは、じゃあ逆、ほんまそれはまたこの間はね、右打ちがどうのこうの言われるけど、逆方向に打とうとするとか、もうそれしかないと思うんですよ。バットがインサイドが出ればハーフスイングだと最後ヘッドが出ないとか、そういうところになってくると思うんですよ。だから最初は反対方向でいいと思うんだよ、はい、それでポイントをどんどん少しずつでも前に出て、はい、出していって最後引っ張れるようになればいいんだけどさ、まずねボール長く見るっていうことができないバッターってきついじゃないですか、うん、やっぱ間がなくなってきますよ。いや絶対そうだ、間抜けって言うんでしょ。見てますね。見てるよ。ためができれば金玉って。そう